クリスチャン8世は、デンマーク王。一時ノルウェー王位にもついた、在位。1814年。フレデリク5世と二度目の王妃ユリアーネ・マリーの子で、クリスチャン7世の異母帝、フレデリク王子の子。クリスチャン8世はそれまでのノルウェー王を兼ねた、デンマーク王とは異なり、ノルウェー王在位と、デンマーク王在位の期間が異なる。ナポレオン戦争期、クリスチャン・フレデリクはイトである。 デンマーク王フレデリク6世によって、ノルウェー総督として、クリスチャニアに派遣されていた。キール条約によって、デンマークがノルウェーをスウェーデンに割上することになると、フレデリク6世は、クリスチャン・フレデリクに帰国を命じたが、クリスチャン・フレデリクは従わず、ノルウェーの政治指導者によって国王に衰退され、同時に憲法が制定されて独立が宣言された。 しかし列強はこれを承認せず、ノルウェーはスウェーデン王大使、カール・ヨハンの率いるスウェーデン軍に駆使した。交渉の結果、ノルウェーはスウェーデンとの同君連合下に入り、その上で自治が認められることになった。クリスチャン・フレデリクは退位し、デンマークへ帰国した。1839年、男子のいないフレデリク6世が崩御すると、デンマーク王位を継承した。 クリスチャン・フレデリクは1806年にメクレンブルク・シュベリーン公フリードリヒ・フランツ一世の公女で母方の十枚にあたるシャルロッテ・フリーデリケと結婚した。二人の間にはクリスチャン・フレデリクとフレデリク・カールが生まれたが1810年に離婚した。ついで1815年にアウグステンブルク公フレデリク・クリスチャン二世の娘カロリーネ・アマーリエと結婚したが 子は生まれなかった。1848年に死去し、ロスキレ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。